ルフェインの忘れ物か。新顔だからルフェインの贈り物だね。魔物を詰め込んだ建造物を贈るなんてどんな連中。人柄はともかくとんでもない技術力だな。俺たちのせいか。俺たちがクリスタルを解放した結果がこれか。どうしたの？あの感覚がなくなった。俺を動かし続けたあの使命感が。見つけたわ。でも手は抜かないことね。
障壁ね。なんとかしないと。エスカ、道を開く方法があるはずだね。調子悪そうだったな。魔物にやられたって感じとは違ってさ。訳を聞いてもはぐらかされるだろう。ああ、質問をするたびに代表を要求する。あいつは俺たちを利用している。情報という対価をもらえるなら利用されても構わないわ。覚えているか、クロス衣装はもうあの霧から俺たちを守ってはくれない。頼り切っていたあんたが一番危ないぞ。いわゆる自分との戦いが始まるのね。ジャックには悪いけど弱そう。言ってろ。調べておくか。ああ、俺たちは何をしている。この中の魔物を倒そうとしている。それがアストスから話を聞くための条件。アストスから何を聞く。あいつはいろいろ知ってると思うよ。この世界の状況とか歴史とか。アッシュ、当てにしてもいいか。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいい気分よ。やめろ。
宝箱があるわね。さてと、ここからだ。これで行く。やめろ。行き止まり？上に行けそうなんだけど。俺もそんな気がするんだよね。よいよいよ。先に壊すのは問題ない。俺は世界の状況だの歴史だのに興味はない。興味の対象は光と闇、カオス、光の戦士かしら。いや、アストスのことでもルフェインのことでもない。
俺が知りたいのは消えた使命感の代わりになるものではないのか。ああそうだ、倒すべき敵の名が知りたい。戦わない俺に価値はない。そんなことはないと思う。生き方の問題だ、お前には分からん。やるか。さっさと片付けましょう。これだ。こういう忘れ物から闇が生まれるのね。闇を作り出す理由は何だ。もし誰かが教えてくれたら。戻る道は確保できたな。戻る時はここを通るぞ。いかにもという感じだ。うん、それを守る魔物まで。わかりやすいね。なかなか手強いだ。落ち着いて対処するしかないな。手応えありだな。これでどこかの障壁が解除されたはずね。お出迎えだな。期待してるわ。じゃあThank you.
ジャック、大丈夫？ああ。心の拠り所だった使命感、それが消えてしまったんだもの。これまで通りじゃいられないでしょ。でも、ルフェインの闇はまだ生まれ続ける。俺たちの仕事はまだまだ残っているんだ。ゲドの言う通りだ。ジャック、揺らいでもいい。だが踏ん張ってくれ。俺たちがあんたを支える。ネオンもそんな気持ちになるんだ。ゼドは黙ることを覚えた方がいい。はい、黙ります。お出ましね。やるぞ、ついてこい。大丈夫みたいね。かなりのある勝負だ。勝ちは勝ちだ。喜べ。手ごわそうなのがいるわね。行くぞ。健康だ。あいつは強いわよ。胸が鳴るな。
スでしょ。ケツがしてやるぞ。出てきたか。ジャック、戦おう。本質庫を見つけたのだ。返せるぞ。終わりだな。まあまあだったわね。いい訓練になったな。元の場所に繋がったのね。このルートは覚えておこう。さっきの塔で何か見た？はっきりしない。ジャックは何を見たんだろうな。ジャックに思い出してほしいこと。あの場所のことじゃないってのだけは確かだ。邪魔な穴ね。ジャック、潰しておこう。さあ、忙しくなるぞ。油断するぞ、ジャック。任せて。貴様、体勢が下がったみたいだな。闇が吹き出ている。壊しておこう。やめろ。ジャック、どうした？ジャック
せい。まだ。いや。邪魔な穴ね。目障りだ。壊すぞ。ああ、忙しくなるぞ。気を抜かないでよ、ジャック。本気なのに、闇が吹き出ている。壊すぞ。こんな状態かもしれないわ。なんとしても倒す。ただの噴出口だな。壊しましょう。飛んで火に、なんとやられ。お前たちも。ジャック、ダメよ、ジャック。闇が吹き出ているな。壊しましょ。あいつは強いわよ。返り討ちにしてやるよ。ただの風物効果壊しておこうか。死んだね。妨害されてるわね。大丈夫だ。俺たちの方が強い。ただの風物効果だ。破壊するぞ。飛んで火にいるなんとやらね。お前たちも気をつけろ。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいいけれど。行くぞ。入りたい。こんな状態かもしれないわ。無理は禁物だぞ。はこの先も戦えるの？強敵の気配感じてるよね。戦うさ。アストスから敵の名を聞くためにもな。キューブがある。調べておこう。
ベヒー星だ。なぜこいつの名前を知ってるんだ。何度ここへ来たんだ。やっと切り離すことができた旧世界だ。向こうから接続されたらかなわないからな。だから光と闇の均衡を計測している。もし均衡が崩れそうな兆しがあれば闇を透過し、それでもダメなら再創生をする。この聖地で美しいルフェインに制御不能の神秘の力は似合わない。聖地で美しいルフェイン。俺はルフェインから来たのか。俺自身が贈り物だとはな。なるほど、お前たちはルフェインの忘れ物か。待て！